特別企画をやります、うん、はい、気になるあの人に初中お見舞いテレフォン。おお、まあこの番組、まあちょっと何人かね、出禁になってるアシスタントとか、まあ日頃の行いとかね、まあアシスタントの行いが悪いというか、出禁、はい、勘が悪いというか、面が気に入らない、それな、目つきが悪いとか、いやもう生意気だとかですね、はい、面白くないとか、ね、出禁つらいな、そんな連中は出禁を食らっております。はい、はい、まあそんな出禁なアシスタントたちにちょっと、まあ久々にね、うん、お話聞いてみようかなとか、お夏の夏どうやって過ごすんですかとかね、別に何でもない、うん、別に面白くなくてもいいんですよ、うん、別に普通でいいんですか、うん、はいはい、夏のご様子を聞いていこうかなとは思ってるんですけども、い、はい、まあ出禁のメンバーだけ、今はね一応出禁のメンバーだけにしてますけど、うん、ちょっとまあ出禁のメンバーなんでそんなに盛り上がらない可能性もあるんでその前ちょっとまあね、はい、あの出禁のメンバー以外のやつにも電話つないでも大丈夫ですけども、ね、はい、はい、はい、ちょっと電話するんですね、まあ面白くないと思いますよ、うん、どうせそんなこと言わないでくださいよいやマジで面白くないと思うんだよいやでもこれ面白かったらまたあるわけですもんね。まあそれとこれ話は別、ね、また別なんですね単純にだからまあ夏の様子聞いてみたいじゃない、みんなの、なるほど、うん、いやそうですね、じゃいいのかな、もう電話しても、あ、そう、ほう、すごい、じゃあまずこの人から電話してみますか、はい、いいよね、ノッチですかお、はい、久々にちょっとノッチ、夏場は結構トライアスロンしてると思うんだけどな、あ、マラソンの営業とか久々だな、ノッチはです、はい、はい、おい、あ、あ、あ、なに、ノッチです、あ、ノッチです、なに、誰、ノッチです、はい、ノッチです、はい、ジャパニーズノッチ。Yes, we can. 高安クリニック。Yes, 元気？元気です。どこいんの今日？今日はお家にいます。娘は？娘は、下の娘がちょっとヘルパンギーナにかかってしまいました。何？ヘルニア？いやいや、今流行りの。何ヘルパニーナって？なんか、ハイジニーナ？ヘルパンギーナ。ヘルパンギーナ？なんでよなんでよってことなんでっていうことはないんだけど、なんか今流行ってる。どういう病気なの、口の中にね、口内炎みたいなやつがポツポツっとできて、38度から40度ぐらいまで上がるお熱が出る。どこ行ってんの、じゃあ病院行ってて、で、上のかなみちゃんは今ピアノやってまして。どこ行ってんの、それで今、教えにもらって、先生に。お前一人、僕一人です。嫁はともみは？ともみ。あ、一緒にピアノに。じゃあ、のっち一人今。僕一人です。じゃあちょっとさ、はい、出してさ、はい。大暴れして。出して、大暴れ。早く早く早く、帰ってくるからみんなが。あ、そうなの？うん、はいはいはい。出してよ、もう、全開出してる。走って走って。走って。いや野尻湖トライアスロン出場しまして、長野県の、5年連続、5年連続完走、できました。ありがとうございます。わー、おめでとう、うん。ありがとうございます。はい、今の気持ち聞かせてください。いやー、感無量ですね。あと、来年に向けて、今、トレーニングしてるんですよ。はい。ブレ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 。ブル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 、走ってる、走ってる、そのまま外出てください。捕まるわ、僕はこれやばいね。冷静だな。はい、来たから、のっちさん、はい、のっちさんもヘルパンギーナに気をつけて。はい、わかりました。大人はね、映らないみたいで。わからないだろ。
ヘルパンギーナはね、あの子供だけっていうのが流行ってて。なんでよ。いや、なんか、今、東京都で流行ってるでしょ？東京都で流行ってんの？東京都で。じゃあ、これ、小雪ゆり子さんに何とかしてもらわないとな。あ、都知事、あ、そうだ、あれ行かないと。選挙行ってこい、早く！そうだ、プレモリ。何して行ってきます！プレモリ、プレモリ、プレモリ、プレモリ。行ってらっしゃい。すごいな。Dreamer。Live on air。さあ、どういうことで、のっちさんに電話しましたけどね。はい。でも、はい、あれよ、なんか無駄な会話だったような気もするけど、はい。でもやっぱりヘルパンギーナっていう病気を、やっぱり子供でもいないと知らないからね。知りましたね、確かにね。知らなかった。すごいよ。だって、あの、口内炎が何個かポツポツとできて38度も熱出るって結構怖い病気だよね、だって子供は。流行ってるって言ってましたね。大人はならないんだからさ、俺らもう一生知らなかったかもしれないぜ、うん、ヘルパンギーナ。そうですね。うん。こういうことでね、うん、なんかそうやって情報が入ってくるかもしれませんから。ためになります。たまにはいいですよね。初中見舞いですよね。はい、これね、まあ、はい、もう一人行ってみますかね、じゃあね。はい、じゃあ、久々に滝沢にでも電話してみますか。滝沢。じゃあね、もしもーし。はーい。あ、はい。何ですか？何ですか、マシンガンの滝沢です。あ、はい。何ですか？あ、こっちからかけたわけじゃないんですよ。はい。ちょっと怪談話してください。怪談話ですか？どうぞ。ですね、夜道をこう歩いてたんですよ。そしたら後ろに白い影があって、そう、ちょうどそんな音だったんですよね。ちょうどそんな音が鳴りまして、犬も、その犬も鳴いてたんですよ。で、その犬が、実はもう生きてなかったんですよね。続きがありまして、そこは、墓地だったんですよ。ドル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 。連想ゲームだよ。そうです、そうです。そんな感じでしたね、確かあの夜も。あの夜はそんな、ねえ、お兄さん、それって、こんな顔じゃないの？なんか叫び声は。驚かしてきて。何が何だか。それが何だか。じゃないですか。何をどう対応すれば。もしもし。はい。夏の情報ください。夏の情報ですか？何やってらっしゃるんですか？ハワイでも行くんですか？グアムですか？あれ？いや、基本的に僕の相棒西織が、舞台なんで、ええ。僕は一人で子育てしてます。子育てしてらっしゃるんですか？はい、そうです。はい。うん、夏は大変でしょ？夏はそうですね。なんか、暑いっつって泣きますしね、子供。あ、二人目生まれたんですよ。もしもーし。もしもーし。あれ、切れたのかな？それやってますか？滝沢さん。はい、滝沢です。お子さん、ヘルパンギーナ大丈夫ですか？今のところは大丈夫ですけど、ちょっと流行するというんでね、ちょっと心配はしてるんですけれども。うん。今のところは大丈夫ですね。そうですか。そうなんだ。はい。なんか、あなた、お仕事で浮いた話ないんですか？なんか、浮いた話ですか？うん。僕、子供やっぱり二人できたんで、育てなきゃいけないんで、ちょっと就職みたいなのはしましたけどね。就職したの？はい、清掃員として。どこに就職したの？清掃員として、月曜日から土曜日まで働いてますね、今。え、もう正社員なの？正社員でやってますね、今。そうなの？やりましたよ、この間。どういうこと？なんか番組収録中に、うん、なんかマシンガンズあるって、なんか振られたら、就職しましたって言って。え、じゃあさ、だからもう今だから清掃員と喋ってると同じですよね、芸人じゃなくて。いいのよ、なんかそんな自虐的なのは。はい。さ、いや、はい、正式な情報が聞きたいの、うん、っていうことは、はい、何時何時で働くの？僕は7時に行って終わるのは2時ぐらいですね、うん、じゃあ、はい、それはじゃあそこになんかじゃあ芸人さんの仕事が入ってきたらどうなんの？今のところは有給みたいなのを使って、そうそう。休んでます。あ、じゃあもう、じゃあバイトじゃないから、ちゃんと、月給が入ってきて。月給、そうですね。まあ、毎日仕事があって。で、うん、もう、
ちゃんと正式な文章みたいなのも交わしましたね、この間。へぇー。おめでとう、ありがとうございます。てってれー、もう向こうも焼きそうだねおめでとうじゃない。ありがとうございます。はい、あ、嬉しいなぁ。嬉しいなぁ。いや、俺は、なんかな、いつまでもフラフラしてるなと思ってたから、ちゃんと就職してくれて嬉しいわ。いや、つい、そうですね。あの、ご両親も喜んでらっしゃるでしょ？いや、そうですね。お袋は良かったね。本当に良かった。何なんだよ。本当に良かったって言ってますね。あ、そう。何で就職すんのよ。良かった。うん。もうじゃあ、これで将来安泰だな。将来、まあそうですね、まあもう目先の金はちゃんとあるんで、うん、はい、もう当面は大丈夫だと思います。いや、ちょっと今度送ってもらおうかな。あー、マジですか。まあいいですよ、安いところであれば。なんだったよ、笑える人じゃねえじゃねえかよ、滝沢。はい、貯金もしてもらう。はい、やっぱりね、声が聞きにくいからね、当分もう呼ばない。マジですか。じゃあね、いやいやいや、おめでとう。いや、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ。就職おめでとう。チェッチェレー。ありがとうございます。チェッチェレー。なんなんだこれ。何あいつ、就職したの？俺、いいじゃない。それちょっと前に聞いてて、最初、ボケる、なんかボケてるのかなと思って、なんか、いや、これ、受けてるのにすげえ言うなと思ってて、その、この間なんか、ナイツが司会の番組に行って、その収録の時、なんかあるって時、就職しました、つって。お前に別に相談もなく？だ、そのボケっぽく言ってたので、言ってた気になっててみたいで、で、今日どうしてんのって聞いてきたら、やっぱね、有給を消化してるって言ってて。だから、まあ、有給ってどれぐらい取れんだろうね。そんなにないと思うんですよ。まあ、そんな仕事もねえしな。そうなんですよ。問題ないから。だから、ライブはいけるんですよ。うん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 。だけど、だからもう事務所に言わなきゃいけないんだ。だから、この9時、7時、2時の仕事は入れないでくださいって言うってことだよね。ただでさえ仕事ないのに、自らそんなに縛るやついます？いや、しょうがないだろ、だってそれ。帯でもやってないです。勝手に一人でドラマ入ったりとかさ、してるわけだから、それ滝沢だってお前やりたいよ、自分。いや、ドラマの撮影と就職はまたよくわかっ違うじゃないですか。別に、別に。副業のお笑いやってる人もいるしな、別に全然。いや、俺一言だったらいいけど、やっぱり自分の相棒がねと思うとゾッとしますよね。全然俺は別に何にも問題ない。あ、いいですか。うん、別に。あ、でも最近確かに慌ててないですよね、この暮らしにね。うん、それぐらいでもいいよ、やっぱり。もうやっぱもうこれももう卒業のタイミングかもよ、ちょうど。卒業。うん、あ、お笑いを。そうそう。ああ、え、俺一人になるとか。いや、別に。僕もですか？うん。いや、いや、俺。一回やめたら？いや、俺、生涯一応笑いですよ。これの髄まで芸人ですから、俺は。やりますよ。モンステオ、これ行く？あ、グリーンピース行くの？うん。はい。マキノ？あの、落合ココアちゃんの相方？そうですね。そんな、ココアちゃんの相方。うん。もしもし。チェーネ。問題。え？セリーグには6球団チームがあります。はい。はい、6球団。はい。お答えください。巨人、ヤクルト、阪神、ブー。問題。ちょっと待ってください。パリーグ、6球団の。アリーグ。な、チーム名、お答えください。ファイターズ、千葉、ブロッテ。ブー。残念。残念。さあ、何がすか？今回ちょっと2問とも不正解ということでございましたけども。何ですか？何ですか？これ。クイズなんですか？野球はあまりお得意じゃないですか？野球は、まあ普通ぐらいですね。でも、さあじゃあ、次、続いての問題、パネルから選んでください。どうぞ。パネルって何ですか？どうぞ。え、歴史。歴史の20ですね。20までは言ってないですけど。はい。問題。はい。毛利元就の三本の矢のお話は大変有名でございますけれども。はい、はい、はい、はい。その、
毛利元就の三人の息子の名前をお答えください。えぇ、ー、めちゃめちゃむずい。いましたっけ三人。めぇ、めぇ、う、さあ最後です。最後、続いてパネルを選んでください。政治。政治。政治の何点ですか。20で、20でお願いします。はい。難しいね。チール、問題。はい。はい、先日、はい、アメリカ共和党の大統領候補に選ばれた、はい、ドナルド・トランプ氏。あ、はい。彼の嫌なところを10個言ってください。太ってる、前髪、うるさい、奥さん、あと、あとはビル持ってる、あとはなんか、もう嫌だ、臭そう、なんだ、難しいな、服装、ピンポーン。おめでとうございます。言いました僕今。言いました、見事正解です。すいません、急だったんで今。いや、さすがですね。はいはい、頑張りました。おめでとうございます。はい、何が、何ですか、何がですかね。何がおめでとうなんですかね。政治の20、うん、あの正解ということでですね。はい、ありがとうございます。あれです、虫の死骸をいっぱい送ります。いらないです。虫の死骸はいっぱい。さあ、牧野さん。いらないです。はい。近況を教えてください。急に、急に。急にですか。今、いやいやいや、近況はまあ、あれですね、この間、大阪のお笑いグランプリがありまして、そこにですね、芸人20人、東京の芸人20人、はい、20組40人を、バス1台で大阪まで行くというのがありまして、それがですね、移動時間10時間以上かけて、うん、深夜から、朝にかけて移動したんですけど、はい、で、その時にですね、まあ、みんな辛い思いして、来たんで、うん、一生懸命頑張ろうと思って、頑張ったんですけども、はい、僕らグリーンピースが、うん、ちょっと、他を寄せ付けない滑りをしてしまいまして、はい、人生で一番滑ってしまいました。シーン。今も滑ってる感じですか。すいません、ちょっと。マギロさん、じゃあちょっと一曲最後にラストソングお願いいたします。ラストソング、あ、歌うんですか。どうぞ。僕が。はい。君に会いたい。君に会いたい。にゃー。愛していますか。にゃー。自分はどう。にゃー。君に会いたい。君に会いたい。愛していますか。気分はどう。猫鳴いてません、ずっと。Slay Night Dreamer Live on air。ということで、ちょっとまあ一遍気持ち切り替えて。はい、初中お見舞いテレフォンショッキングに参りましょうか。続いては、ダーリンハニーの長島くんですか。久々ですけどね。でもフジロックとか行ってるんじゃないの今日ちょうど。いや行ってるでしょう。ねえ、ひょっとしたら繋がるかな。はい、もしもし。ああ、はい、フジロック。ああ、フジロック、いや帰ってきちゃった。あ、そうなの？いや、はい、最高だった。海岸で見た吉津の君は、I love you 連発する渚昇るセンディバイ。高座前たちの木、エヴァイは呼ぶセミ。なるか波の音。すり、水の木。ああ、だって壊したい。秋が切ない。
夏休み、ちょっと今夜どうか僕と、まだまだベイベー。盛り上がってるよ、向こう。嘘でしょ。いやー思い出した。本当かよ。本当かよ。やべえよ。どうして今回の、はい、オープニングアクトは。いやー良かったですね。非常にまさかその昭和の歌謡で来ると思ってなかった。いやでも良かったです。やっぱフジロッカーはこう懐が深いので。いや何でもオールオッケーだったんで最高でしたね。チレレレレチチチレレ。いいな、せだねなぞすねてきた人、なんぎさまで走るでめすよめ。もう何でもイエイって言うじゃん。夏はどっちだ。次行きましょう。夏が噂してるのはあなたのせいよ。人形みたいで気が置けないの。何でもいいんだもん。何でも盛り上がピンボールみたいで気が置けないの。アイ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 ランド飛んで夏しましたフォーじゃないんだよなんでまた明日も来てくれよありがとう Thank you! こちらこそありがとうやっぱ言ってんだなフェス。え、今まで終わったんすか長嶋さん。いやフェスすごかったな音がすごいっすね。俺やっぱ俺長嶋らしくて、ね、あんなやっぱり元気に応援してんだな。いや乗ってたな相当。アイランドーって言ってたな。そうですね大盛り上がりでしたねちょっと待ったねアイランドーって言ってフェスってそうなんだな。そうですね。汗かいて一緒に歌って踊って。盛り上がるんですね。行ってみようかな。でも歌ってみたら大物が来ればいいですけどね。今すごい大物ラインナップだったんですね。チューブさん、ラッツ&スターさん、サギ&石川優子さん。すごいな。もう一人行く。続いて、タイムマシン3号山本元気かね。元気なのこいつ。ちょっと前仕事、俺は個人的に仕事であったけども。もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。五木ひろしです。あ、すいません、はじめまして、どうも。お名前よろしいですか。あ、タイムマシン3号の山本です。いつぞやお世話になりました。いやいやいや、こちらこそ。テレビでいつも拝見させてもらってます。はい、その後いかがお過ごしですか。いや、結構励まされてるんですよ、いつきゃの歌で。はい、辛い時いつも。はい、こちらも、ね、歌で拝見してはいつも笑ってます。いや、本当ですか。いや、嬉しいな。なんか、夏のご予定ありますか。井上陽水ちゃん。ちょっと酔ってます、酔ってます。夏の予定ですね。夏の予定はですね、ちょっとお盆ぐらいに、ちょっとまとまった休みができそうなので、実家に帰ってですね、お墓参りをしようかなという。まあ、いいですね。はい。一日ぐらい。横浜に来てください。新潟なんですね。ちょっとだいぶ距離があるんで、もし早めにお墓参り終われば寄らせてもらいます。もし時間あれば、はい、横浜においでください。そうですね。ちょっと逆方向なんで、でもなかなかちょっと行きづらいですけど。
それでは聞いてください。はい。チャラララララ、チャラララララララ、チャラララララララ。チャ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 夏の予定ですよね。はい、箱参りに行こうかなと思ってます。はい。はい。あの、父親が、私亡くなってるので、ええ。はい、そちらの方、もうそろそろ13回忌ぐらいなもんで。もしよろしければ。はい。はい。私、いつきのことを、はい。父親代わりに。え、逆にいいんですか？それでは、それでは一曲お聴きください。はいチャ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 チお会いしましょう。終わりですか、愛知さん。